一度成功した人が潰れる理由がちゃんとあって、売れない人と話すと言語が違うってよく言うんですよ。潰れる理由で今のが9割やと思ってください。はい、松田啓太です。動画のネタキありがとうございます。今日も絶対みんなのヒントでアイデアを中国家のあたりにお届けできればと思います。松田さん、今回ですね、うちのチャンネルで、改良前の人も、改良した人も見てくれてるんですけど、その人たちにとってちょっと今役立つ情報というか、松田さんのこう今までのいろんな経験の中で、改良に失敗した実例というかリアルな声をちょっと知ることでより活かせるんじゃないかと思ってまして。実例ね。はい、うわ、実例が知りたいっていうところです。ちなみにこの開業して廃業した人で一番多い流れ、どんな理由だと思いますか？一時は繁盛するも油かいちゃってみたいな、まあいるいますかいるけど8位ぐらいかな。8位理由としては低かった。何ですか1位？ちなみに塾って開業して松田塾ってとこなんですけどね、月収100万円いく確率って何パーぐらいだと思います？大体30人から、30人弱ぐらいの方が塾をしてて、今まで1回で3ヶ月間ぐらいの中で5人ぐらいですか？ちなみにうちがですね、この1年間受講した人の中で100万円いった人の数っていうのは 100% なんですよ。受けた人でちゃんと最後まで行ってくれた人であれば100万いってますね。今7期生なんですけど、100万いかなかったのが160人から180人受講して100万いったのが165人とかと思います。普通はですよ、私が前やってたコンサルティング、ちょっと違うところでやったんですけど、その時は行って20%から30%、100人ぐらい受講したら20人か30人が100万いくかどうかっていうレベル。これはうちのことを自慢したいわけではなくて、やっぱ10年弱ぐらいやってるんで、コンサルティングを中でこれが大事なんじゃないかなって企業よく言うじゃないですか。順番が大事なんですよ。経営のことを学ぶとか本読むとかっていうのは後の話であって、起業する瞬間っていうのはこれしないといけないっていうのはもう決まってるんで、もうこれをやるっていうのをやってもらいます。これは塾のカリキュラムである。でやりました、で100万円いきましたけど、その後廃業した人もいます。これの理由が何かっていうところがやっぱすごく大事で、成果出したんだけども廃業した人がいますと。前の場合はそもそも受講して成果出せない人たちが大半だった。でこれの場合も潰れる理由がありますと。ただ一度成功した人が潰れる理由がちゃんとあって、これはですね、ヤッシー言ってる、当ててほしいなと思って、これ言うの結構簡単なんですよ。見てる人もぜひね考えてほしいです。本当に本心というか中核を占めてるんで。自己管理ができてないというか、目標がなくなった。違う。これいきますよ。はい、お願いします。何かと言いますと、はい、素直じゃない人です。素直じゃない毎回いやこれでも毎回なんですよ。何が必要ですかって売り上げるために、素直ですってずっと言うんですよ、はい、50代から成功する方法は素直になることや。で素直がなんで大事なのかっていうことも科学的にも説明したことがあります。失敗する人も素直じゃなかったがほぼです。一番直近私が覚えてる人の話をしますけど、はい、100万円行った後に塾が終わって3ヶ月後ぐらいだったかなに、売り上げが上がらなくなって潰れたって人がいました。これ何かって言ったら、例えばうちの塾の仕組みで言うと、塾始まる前にもうオンラインでセミナーしたりとか、これやってくださいっていう講義があって、だから塾前に3分の1ぐらいが100万出してくるんです。まずオンラインだけで、コンテンツだけで、で大体3分のまた1の人たちが素直に1ヶ月やって、1ヶ月で多分3分の1ぐらい削減します。だから大体 50% から 60% ぐらいの人が塾開始1ヶ月でそもそも100万円いってる。で問題なのはこの 30% なんですよ、はい、ここがめちゃくちゃ時間かかります。でこの人たちの特徴何か、素直じゃない。素直じゃない、言われたことをできない、我がある人です。自分はこうあるべき、治療ってこうあるべき、いや治療ってこうだと思う、もっとこうしたら売れると思う。考えるっていうのが悪いって言ってないんですよ。考えるのは大事なんだけど、スタートアップにおいて考えるっていうのは、本当俺が言うのはバカがすることって言ってます。だってやったことないことでしょ。 YouTube の編集したことあるでしょ。 YouTube の編集自分で独学でやってみ、めちゃくちゃ下手くそ、めちゃくちゃ分かんないことに、これやってる人に教えてもらっていい、もっと質が良くてもっと早く覚えられます。でこれを自分なりに独学でやってみました、バカなんですよ時間無駄にしてます。だから最初教えてもらうじゃないですか、で素直にやるじゃないですか。
で素直にやりだした時にもっと効率的にこうやってできるんじゃないかなって考えるのがいいんですよ。だから成果が出た人が考え出すのは全然いいです。なんですけど成果が出てない人が考えるのは意味が分かんない。でこのさっき言った残りの 30% の人たちっていうのは成果が出てないのに考えます。この成果が出てない人たちが素直にやらない、自分で独学でやっちゃう理由、ここが一番また大事。何でこれはちなみにヒント出すと、はい、本人たちは素直にやってます、言われたことちゃんとやってますって言います。そして私たちはやってないって言います。ここが100万いった後も売上が上がらなくて潰れちゃう理由です。何かっていうと自己認知と他者認知が違うんですよ。例えばリピートのトークがあるんですよ。このまま喋ってって言うんです。このまま喋ってる人で売り上げ上がってる人もいれば、売り上げ上がってない人も確かにいるんです。その人のキャラもあったりとかするんで、とか地域性もやったりするんで合わない人もいます。売り上げ上がる人たちっていうのは言われたままそのまま本当に話すんですよ。一文字一文字全部真似するぐらいの感覚でやるんです。この人たちの真似するっていうのは大まかなとこ真似してますみたいな。例えば初めましてって最初始めてくださいって言うとするじゃないですか。そしたら初めましてってなんかおかしいよな、こんにちはに変えよう、挨拶を真似してますなんですけど、俺は初めましてって言えって言ったよねって、初めましてじゃないけど挨拶しろって言ってるから挨拶したよ、素直にやってるよ。売れない人と話すと言語が違うってよく言うんですよ。俺はバカにしてるわけじゃなくて、君が言ってるのは挨拶を真似したって言ってるよね、俺は言葉を真似しろって言ったのって言われても、初めましてっておかしいじゃないですか、こんにちはがいいですよみたいな、昼だからそれが素直じゃないんだよっていうなんですよ。あ、そういうことですかみたいな、これすり合わせができるんですけど、そもそもその思考パターンの人って全部が間違えてるんです。で私たちといる間はそれを修正できるからいいんですけど、また自己認知がおかしいから売上が上がったらこれは俺がやったんだになるんですよ。言われたことを修正したの、受け入れたのは俺だ、だから俺の実力だなんですよ。でそういう人は塾が終わった後ってまず素直にやれなんですよ。塾って言われたことをただやりましょう。でそこから少しずつ数字を見たりとか改善策を学んだりっていう塾のまた次のクラスがあるんです。そこに来てねって言ってるんですよ。けど出てこないです。でその人もそうでした。塾が終わって、いやだいたいこれぐらいの100万円ぐらい売れればいいんで、で来ない人でだいたい売り上げがぐっと下がるんですよ。なんでか修正してくれる人いないから、で自分で改善しだすんですよ。変なプライドもついて自分でできる。でやっていくと、あれあれあれ、最終的にもう売り上げ10万ぐらいになりましたみたいな。10万10万10万やめますこのパターンが一番多いです。売れない人の特徴って、素直がまず履き違えてるし、素直の意味も間違えてるし、自分でできてると思ってるっていう、この自己認知と他者認知の差で、その人もそうだったって話。まず特徴です。特徴言った時に、他者が言ったことを否定してくる人、これはほぼほぼ失敗します、はい、他者が方が見えてるわけですよ。できてないよ素直に、やれてるよ、やれてないから言ってくれてるのだからそのまま真似してください。これがもうできない人のまず一つ目の事例。ちなみにですけど、潰れる理由で今のが9割やと思ってください。新規が集まんないとかリピートができないとかっていうところって、ちゃんと素直に売れてる人の環境にいて、売れてる人の話聞いて改善できれば必ず上がります。これだけ言います。必ず上がる。2つ目、もちろん特徴出すんであれば、環境から離れた人、その環境から離れて一人でやりますって言うんですよ。よく自分できるようになったんで一人でやりますって言った人はほぼほぼダメになっていくことが多いです。できてる感じに自分がなっちゃうけど、環境の力でできてるようになってるんで、環境から離れるとやっぱダメになっちゃう人がいる。じゃあ環境にずっといろって言ってるわけじゃないですよ。その環境に自分が馴染んできて、それができるようになったら抜けていいよって話なんですけど、 2,3 ヶ月で自分の環境というか心理考え方全てが変わるわけないんですよ。そこが成功体験を収めた上で、次その環境に慣れてって慣れてって慣れてって、これが売れるっていう考え方なんだってのができるようになってきたら抜けてもいい。でその自分の頭の中思考回路が変わるまでだいたい1年から2年かかると思います。私は1個セミナー行くときは2年間は絶対やめないです。3年ぐらいは絶対います。じゃないと分かんない、本質が。うちを続けてくれって言ってるわけじゃなくて、本当に環境に入ったらちゃんと行け。間違えた環境に行ったとしても3年ぐらいないと分かんないし、いい環境に行っても3年ぐらいと本質分かんないです。一回決めたら3年ぐらいはいるってイメージは持ってた方がいいかなと。でも環境を信じれなくなってポン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 行っちゃう人は大体間違えますね。意思があって動いてるんだったりです。いろんな経験したいからやめてきます。
っていう最終ゴールここがしたいからって人はいました。実際1年で仕事辞めて変えていく人でも、それはこのスキルが欲しいからって言って、もうここのゴールが30までにこれしていく、だからこういうスキルが欲しいって言ってパンパンしてる人いましたけど、そうじゃなくって違うな違うなと思って辞めていく人は、だいたい環境の何も分からずに辞めていく人ですね。だって自分の会社でも自分に合わんさって3ヶ月辞めていく人、何の習得もしてないじゃないですか。1年ぐらいいるからなんか意味が分かってきたでしょ。その技術って次に行っても生きるじゃないですか。3ヶ月とかで辞めてくってなったらもうほぼ何も吸収しないと一緒じゃないですか、はい、ぶっちゃけ私もめちゃブラックにいたことあるんで分かります。分かりますけど、やっぱ3年はいました。だからこそ今こういう技術が身についてるなと思うし、まあ、素直と環境、この2つがほぼほぼ特徴ですかね。自分の考えがまあ正しいとか自信がありすぎてもダメみたいなことなのかなってちょっと思いました。自信を持つべきところは患者さんには自信持っていいです。いつでも経営については自信持たない方がいい。顧客を目の前にした瞬間 100% 自信持った方がいいです。私が考えていることは必ず合ってますっていう風になってないと特に失礼。そこまで勉強して自信を持ってないといけないけど、うちに帰って中のことに関してはいつでも未熟だと思わないといけない。治療技術もそうだし、経営の感覚もそう、スキルもそう、数字の見方もそう、全てにおいてトークスキルについてもいつでも未熟だと思ってないと天国になります。ただ顧客に向いた瞬間は 100% 自信を持ってください。それぐらい学んでないといけない。でこうなった瞬間も学ばない人になります。ということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます、はい。まあ、皆さんぜひ今も話してましたけど、環境特に大事にしてください。その中でもうちがいいなと思えばぜひうち来てほしいけど、別にうちに強制してるわけでもないです。こうやって、ね、YouTube 見てもらってうちのことを知ってもらって、うちがいいなと思えばぜひ来てください。でも別にこの勉強してもらって他がいいなと思えば他に行ってもらって、ただ学ぶっていうことと環境に属するってことはぜひやってください。でその中でうちがいいなと思っていただければ MSM ってね、治療技術根本的に直していくってところ、運動療法使いながらやっていくと、そして売り上げ上げていくってところね、これは掛け合わせているのが MSM メソッドになっていますので、ぜひね気になった方は下の概要欄の方にリンク貼っとくので詳細確認して、東京大阪福岡でねリアルで治療技術セミナーやって出してもらっています。特に使い業者向けにさせてもらってますので、ぜひね気になった方は下の方からぜひチェックしてみてください。あとは今日の話よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと高評価コメントいただけるとすごく励みになりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。また出てきましたよ。ヤッシー、ヤッシーが先ほどお話しされた、それこそなんかすぐ行動しろみたいな、やっぱあったじゃないですか。はいはい、で要はその開業するときはもう即行動しろって感じだったじゃないですか。はいはい、その精神のまま月100万いかれて辞める方、はいはい、なんかそのまま即行動しろってなんか別の行動してる感覚があるというか、さっき 2,3 年やりなさいって言ったですか、でもすぐ行動しろっていうのはすごい大事だから、なんかその行動のベクトルみたいなとこを、そう履き違えてる人がなんかいるのか、 なんて言うんだこれ、行動のベクトル、ね、違うところ頑張ってるみたいな、本当に行動間違うんで、なんなんでしょうね、内装とかすんなって言うんですよ。起業した時は売り上げにつながるもの以外にお金かけるなって言うんですよ。なのに内装しましたとか言うんですよ。いやなんか中がかっこいい方がいいかなと思ってとか、お客さん気にするかなと思ってみたいな、そのお金使って自分のリピートトークに投資した方が絶対いいんですよ。本当に言語が違う、話してる言葉と話してる感覚っていう、本当にもう認知の違い、お互い本気でやってるのは間違いない。でお互いのだから正義感があるわけですよ。俺が言ってることが合ってるかって言われたら分かんないけど、言ったことやってくれた人は上がってるよって、君もやったって言われても内装しちゃいましたみたいな、内装したのみたいなやっちゃったみたいな。ちなみに最近その100万行った後に廃業しましたっていう人は、塾来る前からこの人は売り上げ上がらんやろねっていうのは分かってて、あ20代ですよ。でもその人も、めっちゃ若いですよ。治療技術のセミナーがあって会ってたんですよ、これやったらって言ったら、はあみたいなああ売れんなって分かります。あお金払ってきて先生の話聞けないってバカじゃないですか。もう一回言いますよ、お金払ってきて先生の言うことを聞けないってただのバカなんですよ。何のために来たのってなんですよ。義務教育じゃないですしね。そう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 、無料同士だったら分かるよ、お金払ってるんですよ。お金を払って教えてくださいっていうスタンスなかったとしても、お金払ったんだよね、お金払って疑問持つために来たのって話なんですよ。確かに自分が言ってることを確かめに来てるの。
やっぱり俺が言ったことって合ってたよねみたいな、俺が考えたことってこうだったよねっていうするために来てるの、その人って。お金を払って自己承認するために来てるんですよ。自分しか向いてない、ベクトルは。患者さん向いてない、自分がどう見えるか、自分の正解が合ってるかどうか。もう一回言います、お前が正解なわけない経営において売上が高いんだったら分かる、売上いってなくって治療技術は分かんない、正解ないから。けど経営は正解があるの、数字だから。で数字を見続けてる俺の方が絶対知ってるの上がり方なのに、いやポスティングじゃないと思いますみたいな、じゃあ自分で考えろって失敗しろってな、答え合わせに来てる人と答えを探しに来てる素直な人、吸収力違うよね。あのちなみにあのヤッシー座学なんですけど、今話題のチャット GPT 先生に、先ほど我が強い人もやめていくっていうあったんですか、はい、逆にどんな職業向いてんだろうって気になって調べてみたんですよ。我が強い人がしたら、なんか大雑把かもしれないですけど、なんか起業家経営者とは出るんですよ。でその次に、うん、まあ、ここは一旦無視していただいて、はいはい、クリエイティブ職、まあ、それこそ多分我らのようなスタッフ陣もそうかもしれないですね、はいはい、あと弁護士、セールスマン、はいはい、このちょっとわかんないですけどリーダーシップ職とは書いてます。まあ多分細かい職業は多分まだあれなんですけど、はいはいはい、我が強いのは経営者の特徴だと思うんですよ。俺も特徴として我が強いですけど、けどさっき言ったみたいに我が強い場所を間違えちゃいかんっていう感じかな、うんうんうん、顧客向くときは我が強い方がいいと思います。俺はこうなんだって一貫性があるって見えるんで、これはけど自分のところには我を持っちゃいけないというか自信持っちゃいけない気がするなと思いますね、なんか多分仕上がってからの話ですかね。多分そうですよね。最初の初歩のことじゃないなと思いました。すみません。経営者としては合ってると思いますよね。分かんないです。もうチャット GPT は。うん、まあ多分大雑把に、事細かに聞いたら多分違うと思います。すみません、ありがとうございます。分かりました。ということでね、素直にある環境に属する、ぜひ頭に入れてやってみてください。環境がよくチェック。